どうも、こだまるです。きーたろです。まあ、きーたろお餅 TMI なんですけど。うん。お餅。うん。そう、続編。前に、まあ、どっかの TMI で、もうそればっかなんだけど、前にどこかの TMI で、そのお餅の上に、ロッピーチーズ乗せて、で、海苔巻いて食べるのが美味しいって聞いてやりますっていう。うん、うん。宣言したんだけど、ついに食べました。もう時間かかったね。最初に言ってから。そう、結構時間かかって。やっただけもはや偉いみたいなとこあるからね、キータロさんの場合。そう。ほらね、いいねとかって言ってやらんパターン多いからね。そうそう、なんで言うみたいなやつで。そう。いや、でも実際にやったら美味しくて。うんうんうん。まだ、あ、この前もさ、別ロッピーチーズじゃないけど、そのスライスチーズ巻いたら美味しいよみたいなことも言ってたじゃん。うんうん。うん、やっぱお餅とチーズめっちゃ合うね。ね、なんか不思議だよね、あれね。うん。しかもロッピーチーズさ、結構塩味もあるから、醤油とかつけなくても普通に味ついてて、か味が普通に濃くて。あ、ほんと？うんうん。そう。まあ、多分醤油つけても全然美味しいと思うけど、なんかなくても全然美味しかった。わーってか待って、私お餅のこと忘れとったんだけど、まだあるから食べるね。うん、マジで。ぜひ。うん、じゃあもう一回おさらいするね。まず海苔を引いて、うるせえなんかしらんけど、うん。海苔引いて、お餅乗せて、電子レンジで30秒ぐらいチンして、うん、で、ロッピーチーズ乗せて、もう一回30秒ぐらいチンして、で、巻いてた。あ、そうなんだ。チンなんだね。私、オーブントースターかと思った。あ、チン。なんか、ロッピーチーズのレシピはチンだね。うん。そうなんだ。うん、なんか、まだ、なんかそれ学んだわ、ありがとう。そう。まあ、ワット数とかによって、まあちょっと差があるから、まあそこはちょっと見ながら、自分で調節していただいて。丁寧な、なんか、ありがとう。丁寧な説明。なんかクレーム来たん？いや、そんな丁寧ってことは。わかる。今の時代のね、コンプラのね、すごい丁寧すぎる説明するテレビみたいな。そうそうそう、ありがとう。じゃあ今日は BE:FIRST が TikTok で懐かしのソーチンコレオをソータとリュウちゃんが踊ったので、そちらの話していきます。うちら TikTok で取り上げすぎじゃない？本当に。そうだね。でもなんか、いいね。なんかさ、私さ、知らなかったんよ。この、もちろん、ソーチンの TikTok 見たことあるんだけど、なんか全部が全部見てたわけじゃなくてさ。うん。そう。なんかでもなんかそんな中でも、多分、ソータ推しの中では結構、なんか好まれてた、なんか TikTok の動画だったらしくて、うん、ナポリやってたやつが。なんかそれを、リュウちゃんとやるっていうのがなんか、めちゃくちゃエモいっていうのを聞いて、マジかと思って。見返して勝手にリンクしてやっと今エモくなっとる。わかる。そうだね。確かにこれさ、その当時のリアルタイム送信時代知らなくてもやっぱいいなって思うやつだね。うん、うん、ね、だってさ、送信時代の時はさ、結構生徒さん、もうほんとソータ先生、ソーチン先生か、なんなら。あの、ハッシュタグソーチン先生だもんね。うん、うんうんうん。そう、ソーチン先生で、後ろに多分あの、なんだっけ、あのビニールがあって、生徒さんがいて、みたいな。うん。でも今はさ、その生徒さんじゃなくて、リュウちゃんと一緒っていうのがなんかいいなと思って。確かに。そうだね。グループのメンバーとかチームメイトと踊ってるってことだもんね、当時のこれを。うん。ねえ、どういう経緯でさ、そういう懐かしのソーチンこれを踊るみたいな。うん。やっぱリュウちゃんが、もしかしたら、ソーチンリスペクトが強くて、見てて、これ踊りたいなとかなったとかさ。うんうんうん。それか、まあ、そのなんか他の曲練習してて、合間になんかちょっと遊びでやってみて、みたいな。うんうん。こっちのあれやろうよ、みたいな感じになって、じゃあ振り入れるね、みたいな、なんかさらっとした流れで始まったのかなとか。ああ、なるほどね。いろいろこうやって、いろんな自分でさ、うん、セレクトした曲で踊ってみようってなって、ナポリがかかって、ああ、これ俺一回振り付けしたことあるよ、みたいなやつで、やったやつってことか。うん、ああ、いいね、それも。そう。妄想だけど、確かにでもね、なんか、勝手にね、あ、こうかなとか思い描いちゃった。ね、いいね。で、またさ、二人ともすごい、やっぱうまいよね。当たり前のこと言いますよ、また。うまいねっていう。さすがだよねっていう。いや、さすが。なんかもちろんさ、ソータはさ、自分が振り付けしてるからさ、なんかね、当たり前に最高だけどさ、うん。やっぱ体の使い方がもう、滑らかで滑らかでしょうがないよね。うん。そう。しかも結構これさ、なんか曲的にさ、激しいわけでもないから、結構溜めてみたいなさ、うんうん、本当はスキルが必要っていうか、うんうん、なんか激しさとか勢いで乗り切れないから、なんか本当ニュアンスみたいなのがふんだんに使われてるし、うん。いや、本当ね、見入っちゃう。ね。なんかリュウちゃんもじゃない？なんならリュウちゃんもやっぱりそのニュアンスみたいなのめちゃくちゃさ、上手でさ、色気あるなーみたいな。うん、そうなん。いや、わかる。すごい、もうこの世界観もうめちゃくちゃ再現してるっていうか、もう装置先生についていってるっていうか、うん、もうリュウちゃんもね、この世界観ぴったしだわ。ね、綺麗だしね、動き。うん、
いいね。なんかさ、てか私この曲、てかバンディさん初めて聞いて、そんな人いるんですかパターンですよ、またいつもの。そう。びっくりしたもん、収録前に聞いて。なんか、でも聞いたっていうかなんか、まあ、この曲はまあ知らなくて、バンディさんも紅白で見たことあるなっていう、やっとね、うんうん、こう、あ、バンディさん誰だろう、最近よく聞くな、名前がと思って、調べたらあの、もじゃもじゃの髪の方で、あ、紅白で見たあの人か、みたいな。うん、で、あの、うんうん、女性3人と一緒に歌ってた人かって、やっと合致した。うんうんうん。そう、まあよかったよかった。じゃあ、一つ学習したね。学んだね。え、でも、なんかバンディさんだからちょっといろいろ聞いたけど、まあロックっぽい感じのね、バンドサウンドみたいな曲多いけど、このナポリっていう曲またちょっと違うテイスト、まあ、私ごめん、うん、全然知らないんだけど、そう、この曲すごい、なんかクラブっぽさみたいなのもあって、うん。で、なんかダンサーさんに確かに好かれそうっていう感じはするね。うん。いいいい、これは。ねえ、めちゃくちゃ。だから、バウンディさんを今学んだからさ、あ、すごい歌うまいなっていうので感激しとる。今、バウンディさん感激もしとる。あー、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、いい出会いだね。じゃあ、これで出会って。あ、ほんとそう、ほんとそう。また出会いくれたみたいな感じ。うん。で、僕はさ、今回、ソーチンとリュウちゃんの、まあ、このコラボをきっかけに、ソーチンの方もさ、見に行って、初めて見たんだけど、コメント欄とかも見てもさ、結構当時のコメントとかもやっぱあるじゃん、もちろん。まあ、ソーチンのファンだった方、うんうん、うん。なんか俺、そう、今の BE:FIRST のベスティさんのコメントが多いんかなと思ったんよ、ほら。後からね、デビューした後に書かれたコメント多いんかなと思ったら、当時の、だからまだソーチン時代のコメントの方とかもすごく多くて。そうそう。しかも、それに対してソーチンが返信とかしとって、あ、そんな世界線だった、そんな世界あった、みたいな。そうなん？ちょっと待ってよ。普通に可愛いコメント、まあ、リプ返っていうのかな、そう、返信しとるんよ。ほんとだ、売れピーとかさ、嬉しいとか。なんか、いいね。うん。いや、そうなん。まあ、今だったらさ、もうね、公式のさ、TikTok とかで返信とかメンバーもちろんね、できないと思うんだけど、うん、そっか、当時は、してたんか、みたいな、そういうとこにもなんかね、グッときちゃった。ほんとだ。うわ、おもろ、なんかいいね。なんか、うん、なんか身近に感じれた世界線があったんだっていう驚き。うんうんうん。いや、そうなんだ。今のソータだとさ、もちろん想像できないけど、やっぱ当時はね、うん、やっぱりダンスの先生で、まあ、こう気軽に気さくにさ、うん、なんかしてくれとったんかとか思うと、なんか、ソーチン、ソーチン先生みたいな。ねえ、ほんとだ。うん、でも本当に、なんかさ、同じようなこと言うかもしれんけどさ、マジで当時見てた人が、ね、うん、リアルタイムで、ソーチンのこと見てた人が、BE:FIRSTになって、これ踊ってるってなったら、ちょっと泣いてるんじゃない？もはや。いや、そうだと思う。だって、後から見た我々ですらさ、なんかエモってなっとるに、エモさやばそうだよね、うん、そういう方たちは。いや、やばそう、やばそう。なんかじゃなくて、今ちょっと感動してきた、私一人で。ちょっと泣きそうなんだけど。うるめに並んで。なんで私も。いや、でもそうだよね。すごいよね。なんかさ、あとは、その、今の方の BE:FIRSTの方の、その装置ダンスのやつのコメント見てもさ、うん、なんかソータが装置してるとかさ、装置を大切にしてくれてる BMSG に感謝とか大好きとか、なんかそういうのもいいなと思って。うん、って言われてみたら確かに結構その装置員としての活動っていうのはさ、あのニュージーランドとかで装置員としてさ参加するやつとかもそうだしね、結構こうやって装置員ハッシュタグってつけるのもそうだし、うんうんうん、うん、なんか確かに普通ないよなと思って、あんまないよね、なんか名前使わないじゃんやっぱり。うん、そうだね。もうなんか過去は過去として、もう今はもうソータだからみたいな、もうソータとしてハッシュタグつけろみたいな。怖い、怖い事務所。そう、怖い事務所だと、いやもうお前、装置になんて名を乗るな、とかさ。まあなんかね、そんな例えもよくわからんけど、でもあってもおかしくないじゃんね。そうだね。うん。確かにちゃんと過去は過去として、うん、大切にして、今にもちゃんと繋がってるっていうか。うん。確かに装置として活動してるのはやっぱ、昔からのね、応援してた方とかファンの方も嬉しいよね。うん、そうだね。なんか置いてかない感じがすごいよね。その時のファンとかを。うん、うん、そうね。いいね。いい時代になったね。なんか、嬉しいね、うん。そういうさ、なんか、そういうこと一つとっても、BMSG のいいところみたいな感じがして、めちゃくちゃ嬉しいね、うん。うん、そうだね。でさ、今回のこの動画さ、ソータよく見たらさ、まあ、よく見なくてもなんだけど、なんか胸元さ、結構汗かいてるのわかるじゃん。うんうん。なんか、それも好きで。うん。うん。まあ、好きでって言ったらちょっと語弊あるけど、なんて言うんだろう。いっぱい踊って、踊った後に撮ったんだ、みたいな。なんか、その、その感じもいいよね。あえてなんかさ、綺麗に着飾ったまま撮影するんじゃなくて、もうなんか流れで踊った後撮りました、みたいな。うん、確かに。
その感じもなんか武骨感っていうか、なんて言うんだろう、うん、そのままお届けしてるって感じで好きなんよね。うん、わかるわかる。いや、なんかわかるよ。なんか、うん、ダンスばっかが出とる感じがいいよね。あ、そう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 。なんならで、ソーチン時代のやつ見に行った。ソーチン時代もやっぱさ、胸元汗かいてて、まあそれはね、うん、踊ってるから汗かくの当たり前なんだけど、なんて言うんだろう、そのなんかやっぱそうだ、汗かいてるみたいな。で、香りはさ、ロエベなんでしょ。いや、そうなん恐ろしくないそうだね、いいね、なんかもうすごいいいねねえ、さ、今回こうやってさ、ソータとリュウちゃんのずっともでさ、ソーチン時代のカバーしてくれたわけだけどさ、なんて言うんだろう、ソーチン時代のその TikTok さ、結構見てみたらすごいいろんな曲ね、あといろいろ投稿しているっぽいからさ、うんうん、なんか他の曲とかもあるんかな今後みたいな。あー、なるほどね。なんか別に隠さなくていいしね、うん、なんかね、今回みたいに、そう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 、これで解禁されたみたいな感じじゃん、うんうん、解禁っていうかね、うん、まあ今までタブーだったわけじゃないけど、そう、なんか OK ってなったからさ、例えばリュウちゃんがさ、え、これもやってみたいとかさ言ったりとか、うんうん、うん、まあ他のメンバーもそうだし、うん、なんか全然ソーチンコレオのさ、踊る BE:FIRST メンバーこれからも見られるんじゃないかと思うとちょっと楽しみだよね。確かに。え、てか、なんだろう、さ、そのソーチン時代のもそうだし、今後普通にソータのさコレオでっていうのは全然ありえる世界だろうしね。うん、うん、そう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 。てかさ、ソーチンの時のソータめっちゃいいねあのさ今見返してるんだけど、うん、なんか、ね、シャツインの感じとかもそうだし、うん、なんか私服がめちゃくちゃわかるじゃん。そうだね、やっぱ当時だからね。 うん、その感じのセンスの良さね。てかさ、え、ごめん、違ったらあれなんだけどさ、そのソーチンのナポリのやつさ、あの子のズボンさ、うん、この間も履いてなかった、気のせい。ああ、そうそうそう。いや、なんかさ、ここら辺詳しくなくてあれなんだけど、多分ダンリューってブランドって、ソーチンのブランドなんかな、ソーチンがなんか関係しとるブランドだよね。あ、そうなん。あんま分かってなくて、ダンリューってなんやろってずっと思っとったんよ。そうそう、なんかそう言ってらっしゃる方もいて、そう、すいません、お願いしますちょっと待って。あ、聞いた？今聞きました。そうそうそう。そう、なんかダンリューって確かそう、なんかね、そう、よく着てるんだよね。うんうんうん。うんうん。そっか、ミリビリの時に着てたやつよね、マナトと一緒に。うんうん、そう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 。すごいね。なんか、もともとやってたって何みたいなさ、本当に。うん。ちょっとね、そこら辺のあれがちょっとあんま詳しくないんだけど、あれなんだけど。てか、ソータ短パンとか履いてる。いや、もうそれ、装置の方。装置の方、装置の方。過去の今、スクロールしとったらさ。いいね。いや、いいね。あ、ちょっとこれ面白い。なんか、ちょっと、いろいろちょっとずつ見ていこう。楽しい。楽しみ。楽しみが増えた。あとさ、あの今回のこの踊ってるところ思ったんだけどさ、このやっぱ BMSG のさ、そのライトの色がまたムーディーじゃない？結構、いや、わかる。そう、色がさ、実は地味に変わってるじゃん、他の同じような場所で踊ってても、まあ、例えばラン BTS だったらさ、うん、ちょっと水色っぽかったりさ、うん、なんかこの曲に合わせたムード感がすごいと思って、うんうん、すごくいい雰囲気出とるよね。ね、うん、ね、すごいいいスタジオだね本当に。うん、確かに。なんか無機質じゃない感じがね。うん、やっぱりもう TikTok も力入っとるね最近。そうだね、本当に。うん、で、以上でね、今回懐かしのソーチンコレオのナポリのねダンスとか見てったけど、いやー、ほんとかっこいいね、この二人のダンスがね。うん、いや、本当になんかずっと見てられる。うんうん、うまいもんね本当に。そうそうそう。なんかまたリュウちゃん、このずっともっていうのがよくない？この曲すごいリュウちゃんあっとるよね。あっとる。そう、なんかうまいこと言えんけど、めっちゃ合っとるってはすごい思うね。こういう雰囲気ある感じのやつ。うん、ゆうちゃんいつの間にこんなさ、手を広く大きく開けてさ、ちょっとなんだろう、強さみたいなのもがっつり出してくるようになったんって思っとるから細かいやつうん、なんかいいよね、繊細さもガシッとした強い感じもね、どっちもなんか持ち合わせとるっていうかね。うんうんうん、緩急があってすごくいいよね。ね、あとすごい首長いよね確かに。なんかキャップで髪の毛全部隠れとるが、もう特にそうさせとるよね。そう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 、うん、ね。でもこう結構最近やっぱ本当に増えてきたからさ、そのソータのダンス中心に、うん、そう、 TikTok の投稿、まあソータのなんか見返したら、まあソータのあのけん玉とかすごい目立つんだけどさそうそうそうここだけちょっと異質感って面白いよねそう、でもさ、なんか私この間なんかたまたまけん玉やる機会あって、そしたらめちゃくちゃむずくて、え、よくできるなと思ってどんな機会
そこ。いや、やったんよ。うん。いや、むずいよね。確かになんか、けん玉をさ、テレビとか映像とかで見ると、上手い人のもちろん見るからさ、うん、なんかできんじゃないかって思うけど、むずいよね、実際はね。え、全然、なんか、ああいう風に綺麗にさ、結構、えいって円を描いて、ポンってやるけどさ、全然綺麗に円描いても全然ポンならんのよ。本当に、プーンってなってるからさ、うんうん。そうだよね。なんか、なんなら糸絡まってぐるぐるしてさ、終わるんね。なんか。わかる。そう。だからすごいよね。何でもできるね、そうだね。ね、確かに。面白い。すごい多彩。ね。まあ、だからさ、次の BE:FIRST の TikTok 投稿が楽しみだよね。そうだね。